筐体、探偵歌劇、ミルキーホームズ TD 消えた七と奇跡の歌とっても、ドヒャン消えた七と奇跡の歌は、2016年4月に発売されたダクセルのパチスロ機である。形式名は、ミルキーホームズ、で、ミルキーホームズは、ゲーム、アニメ、漫画などにメディアミックス展開されたブシロードのオリジナルコンテンツ。ブシロードコンテンツのパチスロ化は、本機が初めて。 アクセルによるアニスロ第4弾である。アニスロとしては初めてストーリーと楽曲を段階的に解放する RTC 機能を搭載する。ベルナビ回数管理型ボーナス純増約枚、約2.0枚 G のアートで出玉を増やしていく仕様である。有効ライン数は集団の1ラインで省略の最大払い出し枚数10枚であり、天井は12周期960ゲームとなっている。 アート初当たり確率は、設定1で約1、293.8、設定6で約1、219.4となっている。ナビ回数管理型となっており、平均獲得枚数は、ミラクルミルキーボーナス170枚、ミルキーボーナス95枚。ボーナス消化中には、アート突入抽選を行っており、ボーナス中のアート突入期待度は、約40%。 アートは特化ゾーンで初期ゲーム数を決定。最低保証ゲーム数は40ゲーム、最大300ゲーム。マイゲーム上乗せ抽選を行い、最終ゲーム、つぼつぼチェックで上乗せしたゲームを放出する。ロングフリーズ、ミルキーアタック突入率は通常時、アート中で約6万5千分の1だが、ライブ準備ステージ中には約111分の1へアップ。 通常時のトータル出現率は約2900分の1。最低100ゲーム以上のアートが確定。期待値は約1000枚。詳細は、探偵オペラミルキーホームズの登場人物を参照 RTC 機能及び特殊条件で解放される曲も含めて、全22曲も収録されている。ありがとうございます。